ツッコミどころがなくて番組になるんですか。大丈夫ですか。すごいありがたすぎる。え、カンタこれピンチですけどね。あ、もう113。あ、こんにちは、矢野慶三です。コーンスマイチャンネルへようこそ。今日はですね、富山県の富山市のですね、お隣の魚津っていうところのお寺に来てるんですよね。この魚津のお寺っていうと誰かというと、カンちゃん住職さんなんですけども、皆さんご存知でしょうかね。今日はね、久しぶりにちょっとカンちゃんと会っていろんな話をしたいなと思ってですね、やってきておりますので、ぜひね、ここからちょっと行ってみましょう。はい、あ、お久しぶりです、矢野です。はい、どうぞ、お入りになってください。お邪魔します。はい、どうぞ。あ、矢野さん、どうも、よろしくお願いします。ようこそ来られましたね、はい、ありがとうございます。いやー、ご無沙汰、変わりませんね。いやいや、そちらの方こそ。いや、今日はあの本の出版イベントです。そうなんですよ、今日ね、夜富山で出版展開会、実は、ね、ちょっと持ってこさせていただいたんですが、こちら、あの、これプレゼントしたいと思いまして。ありがとうございます。はい、いや、もうすごいね、ちょっと今注文しようと思ってたから。そうですか、よかったです、ありがとうございます。ちょっとまたね、読ませていただき勉強させてもらいます。はいね、はい、ありがとうございます。今日はじゃあ、ね、こっち来られたからっていうことで、はい、そうですね。そしてちょっとカンちゃんの家チェックしようかなと。チェックブサッと切りますけど、ちゃんと縫い合わせますんで。よろしくお願いします。はい、じゃあ矢野さん、本当にちょっと来ていただいたんですけれども、はい、どこを鑑定されてますか。ね、ポイントはやっぱり玄関、そしてトイレ、そしてね、今回はね、ぜひちょっと僕の感覚で言うとね、寝室がですね、はい、あの、カンちゃんにすごく影響している可能性があるので、これらをね、ちょっとチェックさせていただくのがいいかなと思ってるんですよ。わかりました。大丈夫ですか。ちょ、なんか変な汗がかいて出てきました。そうですよね。ぜひね、はい、じゃあよろしくお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。ここはね、本堂があるところの、はい、メインの玄関ということなんです。さすがにね、めちゃくちゃ立派なところでですね、突っ込むところあるかなと思ってじーって見るんですけど、素晴らしいです。本当ですか。はい、入った時の、はい、空気感っていうのがあってですね、まずやはりお寺なので、いい、あの、お香というか線香の、ね、香りもしてくるし、清々しい空気が流れてる。あ、本当ですか。これがですね、いろんな人の家でも実現してほしいんですけども、ぜひね、あの、ここのお寺に来て、皆さんここの空気感感じてもらいたいぐらい。あ、すごい嬉しい。もうですからね、玄関突っ込みたいなと思ったんですけど、突っ込みどころが本当ないんで、ね。嬉しい嬉しい嬉しい。うん、個人的に興味があったのが、お寺なのに神棚があるっていうね、はいはいはい、すごく面白いなと思ったんです。ああ、なるほどですね。やっぱり各地域には神社ありまして、これはその氏神さんの使者として各家にやっぱり神棚を祀るっていうのが基本だと思いますので、寺も仏様というイメージあると思うんですが、本堂にも神様祀ってるんですよ。そうなんですね。そうなんです。でも神仏を祀らせていただいてて、こちら神棚はこの土地の神様を祀らせていただいてるっていうようなことになっております。ということはもう全部一体的にいろんなものを祀って、うんうん、なんか地域の神様とつながっていくみたいなところがあるんですね。そうですね、そうですね。よくね、お仏壇と神棚を一緒に置いたら、うん、良くないっていうような方がいたりするんですけど、うん、僕の考えは、うん、神様はそんなことで判断しないで、うんうん、よくのお仏壇の上に神棚をポンと置くのだけをね、やめた方がいいんですけど、横に置くとかね、まあ、同じ部屋に置いてもね、一向に構わないのかなと。それよりか両方とも大切するっていうのがね、大切かなと思ったりしてるんです。おっしゃる通りです。いや、なんかすごい真面目なトークになってしまいました。まあ、よかった。もう100点です。すごい。120点。はい、ぜひ、あの、魚津のね、カンちゃんのここのお寺に来て、この空気のすがすがしさをね、ぜひね、味わってもらえたらなと思いますね。いや、嬉しいですね。はい、もうお墨付きいただきました。はい、ここから先はどうなるかわからないですよ。トイレと寝室がありますから。はい、ここで終了。じゃあ行きましょうかね。いや、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ドキドキです。はい、どうぞ。はい、じゃあお願いいたします。なるほど、小便器と大便器は分かれてるタイプなんですね。はい、そうなんですね。なるほど、はいはい。いや、言うことがないぐらいいいです。本当ですか。素晴らしいですね。このトイレのマットとかどれぐらいの頻度で変えたりするんですか。これは結構変えてますね。あの、1週間は置かないですね。なるほど、うん、まあ、無反省のような感じですね。本当ですか。はい。
素晴らしいと思います。床に何もマット以外置いてないですしね、本当に綺麗にされてますね。小便器があるのも、はい、なかなかポイントが高くてですね、はい、最近ね普通の洋便器しかなくて、男性もね座ってする家がいるみたいな。飛び散らないっていうことですね。そうあ、なるほど。やっぱしだけど男性的には立ってしたいじゃないですか。ね、なんかこの小便器っていうのすごいいいなと。なるほどね、はい、とても清潔に使われているので問題は本当にないですよね。素晴らしいと思います。空気感もすごい綺麗だし。あ、よかった、はい、25年ぐらい使ってますかね、これね。それにしたら本当に綺麗に使われてますね。 ありがとうございます、はい、ということでツッコミどころがなくて番組になるんですか。大丈夫ですか。すごいありがたすぎる。いや実はですね、こちらのトイレ完璧っておっしゃっていただいたんですけれども、うんうん、はい、もう一つね、はい、気になるトイレがございまして、はい、家庭用じゃないんですけれども、うん、このお寺に来られる檀家さんとか信者さんがお使いになられるその合同トイレがあるんですね。なるほど。そちらね、もしよかったら見ていただきたいと思います。わかりました。よろしいですか。じゃあ 見ましょうね、はい、ちょっと気になりますので、はいはい、じゃあお願いいたします。はい、じゃあこちらお願いいたします。はい、どうぞ、はい、お願いいたします。はい、うん、こちらがね、檀家さん信者さんが皆さんお使いになられるトイレなんですね、はい、なるほど。いかがでしょう。はい、見た目はね、うん、いいと思います。大丈夫ですか。うん、あ、よかった。で、ね、1個気になるのが、はい、ここの場所の方位なんですけど、はい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 、これがですね、うん、本堂の重心から見た時に、うん、いわゆる北東方位の、うん、まあ、鬼門の方向にあるトイレなんですよね。なるほどなるほど、はい、で、なんか工夫とかされてることありますか。実は、まあ、鬼門に関してはこちらにね、お札があるんですけども、うんうん、これ鬼門除けというお札なんですよね。なるほどね。はい、鬼門除けと言いましても、その鬼をこう嫌ってるわけではなくて、やっぱり鬼門からこうパワーがたくさんこう入ってきますの で、 このトイレというのは不浄な場所ということでありますので、そのいいパワーとその不浄なパワーがまた乱れてしまっては困るということなので、なるほど、 それでこの鬼門除けというお札をさせていただいてという工夫という方は、この表の方にですね、トイレの神様のお札もですね、こうやって宇治様明王という、ね、神様がいらっしゃるんですけども、そちらを祀らせていただいているというね、戻させていただいてます。 なるほどですね。はい、なのでね、すごいいろんな工夫されてるので、うん、すごくいいと思うんですけど、うん、もう一個ね、強烈なねアイテムがあるので、ああ、それをね、ぜひかんちゃん住職さんの方のチャンネルでドーンと公開したいかなというふうに思います。ああ、嬉しい。そしたらそれを知りたい方はかんちゃん住職チャンネルまでどうぞお越しくださいませね。はい、ではこの後寝室行きましょうかね。ドキドキの寝室です。はいはいはい、よろしくお願いします。お願いします。関門がやってまいりました。はい、まあ、今のところ2連勝されてるんでね、ちょっとどうにかしてね、こっちも一勝しなきゃっていうか思って、ちょっと武器を持ってきています。何ですかこれ。はい、これはね、電磁波測定器っていう。電磁波測定器、はい、人の体に影響があるレベルになると、これピピピピッと音が鳴るんですよ。はい、鳴らなかったらセーフ。そうなんですね。寝室だけはですね、どうしても長居する場所じゃないですか。はいはいはい、はい、寝るときに電磁波の影響を受けてることってよくあるんで、うん、その辺がね、かんちゃんの体を蝕んでいないかどうかのチェックです。なるほど、怖いな。はい、じゃあいいですか、ここの準備は。わかりました、はい、よろしくお願いしたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。はい、はい、こういったことでございます。なるほど、感じで言うとすごいいい雰囲気なんですね。うん、なので見た感じは、うん、OK だと思うんですけど、はい、あとはね、はい、目に見えないところをちょっとチェックするっていうので、今日はね、特にこの電磁波測定器を使ってちょっといろいろチェックしたいんですよね。はいはい、今からこのベッドにね、これを近づけていきます。これ何の反応も今ないですよね。だからこっちのベッドは大丈夫そうなんですけど、うんうん、ちょっとこっちのベッドもね、見てみたいんですけど、はい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 、お、ちょっと待ってたよこれ。お、え、かんちゃんこれピンチですけどね。え、あ、113。あ、これはちょっとかんちゃんどうしましょう。これ元ゼロですよね、何もないところは。はいはい、こっちゼロ。あ、ゼロ。これゼロですよね。ゼロ。うんうんうん、これ。え、あ、すごい鳴ってる鳴ってる。120。ね、ちょっとめくっても大丈夫ですか。あ、いいですよ。はい。ちょっと待つよ。めくっても、あ、これはですね。うん、温まるようなものを入れてるんじゃないですか、これ。あります。ちょっとこっち来てもらえますか、これかな。あ、そうですそうです。これ調整器ですね。なるほど、はい、この状態で持っておいてもらっていいですか。あ、わかりました、わかりました。なってますよね。なってます、なってます。ちょっとこのコンセント抜いてみますね。あ、おお、ゼロになった、ゼロだ。これダメなんですね。これね、もしかしたら眠りが浅くなるとか、はい、朝起きても体がなんかちょっとだるいとかいう影響を及ぼしている可能性があるんですよね。確かになんかね、熟睡あんまりできないんですよね。1時間半ぐらいでちょっと気がついて起きてしまうとかいうことがありますね。それもしかしたらこの影響が、あ、すごいなってる、本当だ、はい、
あるかもわからないですよ。これね、本当3000円ぐらい出したら売ってるんですよ。あのアマゾンとかいったところでね。各家庭でも本当持ってるだけでもね。そうですよね。いいとにかく長居する場所が、これがなると良くないという感じなんですよ。はい、でね、そうすると、まあ、例えば電気毛布とかね、使いたいという方もいると思うんですけど、私からおすすめの方法があるんですよ。まず、あのちゃんとしたエアコンついてるじゃないですか。なので、エアコンをね、暖房でつけてもらうっていうのがやっぱり一番いいんですね。エアコンなんか喉やられるみたいな人いらっしゃいますよね。そうそう。でね、それのね、解決方法がですね、加湿をしながら暖房するっていうのをすればいいんですよ。最低 40% 以上になるように加湿をして、そして暖房するとですね、全然喉やられないんですよ。確かに確かに。だから基本的には寝るときには電気系は一切ない状態にする。なるほどなるほど。で、あの数日ね、やってほしいんですよ。で、眠りの深さが変わるかどうか。なるほどね。ぜひ、あの後日ぜひ教えてほしいんですけども。なるほどなるほど。はい、よくあのスマホとかみんな、もう見ながら寝るとか、寝る前チェックとかってあるじゃないですか。でそうするとこの枕元に置いてなんて言ったら影響やばいですよね。めちゃくちゃやばいんですよ。やばいですよね。はい、枕元スマホはね、完全に NG っていつも伝えてるんですけど、理由は2つあって、まずコンセントに刺さっている家電製品っていうのは電磁波がすごく出てるんですよ。まあ、これもそうですよね。つながってるだけでこれだけになりますからね。でもう一つはスマホの場合は高周波っていうのが出てて、高周波もですね、まあ、電磁波の一種で、その高周波で脳が疲れたりするとかいうこともあるので、ダブルでね、枕元スマホは良くないんですよ。なるほどね。はい、なのでどうしてもスマホを部屋に置くんであれば、ある意味ちょっと妥協案なんですけど、機内モードにして寝るところから最低1メーター離したところで充電するとか、それぐらいするとですね、まあ、ギリギリセーフかな。できればスマホはもう部屋に持ち込まないぐらいの方がいいというのがあるんですよね。なるほどね。はい、だからカンちゃんがこれを外して寝ると、より番組がパワフルになりそうですよね。カンちゃんの番組もね。本当やっぱりね、睡眠不足っていうか、なんかゆっくり寝れてないので、これは本当にでもびっくりするぐらいになりますもんね。そうですね。だからこれで見るとそうだなと思うじゃないですか。ちなみにこの120ぐらいっていうのは、冷蔵庫とかね、電子レンジの前とかでも同じぐらいの数字が出るので、だから冷蔵庫抱えて寝てるぐらいの感じなんですよ。結構やばいですね。そうなんです。どのベッドもちょっとこのタイプなので、ちょっと気をつけたいと思いますね。そうですね。ご視聴者様の中にも、やっぱりこれからまあ冬時期になってきますし、もう寒くなりますので、やっぱりなんかちょっとしたこう電気毛布みたいな、ありますよね。ありますよね。そういったものも結局ダメなんですよね。そうですね。電気を通してるので。そうですね。だから、あの布団乾燥機みたいなやつで、あの温めてから寝るとかいうのもあるんですよ。あれも一つの方法なので。確かに確かに。できればちょっとそっちの選択肢からやっていっていただくがいいんじゃないかなと。で、比べていただいたらいいと思います。1週間電気毛布なしで、温めてやってみる。で、また1週間電気毛布で寝てみるっていうので、眠りの深さとか体調がどう変わるかっていうのをぜひね、チェックしてもらうと。確かに確かに。いいですね。いいなと思ったのは、起き上がった時にパッと正面側にですね、可愛いガジュマル置いてる。はい、そうなんですよ。これを見て、おはようガジュマル君とか起きた時に正面に見えるっていうのはすごいいいなって思いますね。なるほどね。じゃあ場所的にもいいですね。いいですね。あと例えばもう一つぐらいちょっと大きめのやつ、一つの部屋に2つあるといいんですよ。会員さんにとって。なので、よかったらまたあっちの部屋の隅っこの方とかに置いていただいたらいいかなと思いますね。はいはいはい、なるほど。それなんか陰陽の関係とかあったんですか？そうですね。トイレあるとこう循環するっていうのがあるんです。はい、なので、一つあったらどうしても、ね、止まっちゃうんですけど、2つ以上あるとエネルギーが循環するという考え方があるんですね。種類は違う種類でもいい？全然いいですよ。あの寝室なので、葉っぱが丸い形の方がリラックスしやすいので、とんがっていない葉っぱの方がいいかなと思いますね。とんがっては活力が出るっていうか、そうなんですよ。はい、一個ね、ちょっと気をつけていただきたいのが、あのテレビのね、横に置いているドライフラワーなんですよ、ね。はい、これを見る限り、まだ全然大丈夫だと思うんですけど、よくね、玄関にドライフラワーを置いてはいけないとかあるじゃないですか。別にね、置いても構わないんですけど、他の人が見た時に、ベッとしたりとかすると、すごく良くなくてですね、で、これはね、まだ大丈夫かなと思うんですけど、これもうちょっとするとですね、ちょっとホコリをかぶったりとか、ほんとになんかちょっと汚れてきたなってなったら、感謝して手放すようにね、していただいたら今のところはいいんですけど、大体日数的にはじゃあもう1か2ヶ月ぐらいですね。そうですね、2ヶ月ぐらいが一個で見やすかなと思いますね。なるほどなるほどね。はい、まあ、ドライフラワーの扱い方はそんな感じで持っていただいたらいいかなと思います。なるほどね、ありがとうございます。はい、
ということでね、2勝1敗だったんですね。悔しいなっていうのもあるんですけど、やっぱり素晴らしいなというふうに思いましたね。そしてね、今回はカンちゃん住職さんの方ではですね、守護霊に好かれる家とそうでない家の違いっていうのをですね、本当にちょっと面白い、いろんなアイテムを生かしてですね、紹介することにしてるので、ぜひね、合わせてご覧いただけたらなというふうに思います。はい、ということでね、本当に今回は貴重な時間をありがとうございました。とんでもないです、ようこそ。またね、書斎とか来たいと思いますので、よろしくお願いします。記念していきます。はい。ということでね、今日一日があなたにとって本当に素敵な日になることを心からお祈りしております。最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。またカンちゃん住職遊びに来てくださいね。はい、バイバーイ。バイバーイ。はい、皆さんこんにちは、カンちゃん住職です。ですね、実はですね、矢野さんにご指摘いただきましたベッドの電池屋が高かったということで、早速ねベッド の電源を取りましてね、で今寝る前にはやっぱり寒くなってまいりましたので、布団乾燥機でねダーッとこう布団を温めて、その熱でもって休むようにしました。そしたらですね、驚くべきことが起きました。ゆっくりね爆睡できるようになったんですよ。結構ね短眠ではあるんですよね。短眠なんですけれども、その短眠の中で僕は夜中にね目が覚めたりとかね、朝起きたらね疲れが取れてないってことが実際あったんですけれども、スーッとねゆっくりね休めるようになりました。私たちは目に見えない神様仏様のご守護をいただいてるっていうのもそうなんですけれども、この目に見えない電磁波というのもね、私たちに非常に大きなね影響を与えてるっていうのをね本当に体感いたしました。ぜひね皆様もね、矢野さんご紹介くださっておりました市販でね電磁波調査器といいますかね、ああいったものが売ってるそうでございますので、もしね気になる方がおられたらあれ購入されてね、でご自分の自宅のねベッド周りとかね、まあ、いろんなところチェックされて、電磁波高周波から自分の体をねなるべく遠ざけてね、ぜひ気をつけていただきたいなというふうに思います。本当にねこれだけでねぐっすり休めるようになりましたので、ぜひね皆さんもねゆっくり休める快眠の日々をねお送りいただきたいなというふうに思っております。矢野さん本当にありがとうございました。